子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。今日はジャズ何から聞いたらいいにお答えします。ブラジル編です。まあブラジル音楽、サンバ、ボサノバ、ジャズサンバ、サンバジャズ、まああるんですけども、そのどっちかというとジャズサンバ方面のレコード今日は紹介したいと思います。いろいろあるんですよね。セルジオ・メンデス・トリオだとか、ジョルジュ・アウトリオ・トリオとか、タンバ・トリオだったり、ジンボ・トリオだったり、いろいろ好きなレコードはあるんですが、まあいろいろ聞いた中で、まあちょっと聞きやすいところから紹介していきたいなと思います。1枚目これですね。ジルベルト・ワンダレイ。まあ、アストラット・ジルベルト、この彼女ですね、まあボーカル歌ってるんですけども、あとこのワルター・ワンダレイ・トリオ、ボッサ・オルガンっていうんですかね、の第一人者のワルター・ワンダレイをバックにジルベルトが、キュートに歌う、そんなアルバムなんですけども、このジルベルト、ボサノバの歌い方っていうのは割とこう抑揚をつけないでこう淡々と歌う感じ、誰だっけな、白人のあの人、男のトランペット吹く人、チェット・ベーカーのあの抑揚のない歌い方に影響を受けてるということでしたね。まあ黒人ジャズシンガーの、例えばカーメンとかサラみたいな感じでこう熱っぽく歌う感じではなくて、もうとても爽やかな歌い方が、ボサノバにはとても合いますよね。この作品1966年の、アルバムなんですが、ですね、このグッバイサッドネス、トリステーザって言われてるナンバーなんですが、ものすごくこう哀愁が漂って、それでまた元気が出てくるナンバーなんですよね。私大好きです。彼女のナチュラルな歌声と、こうワンダレのオルガンのコロコロとした、ちょっとこう日曜日の午前中に聴くと、楽しいような、元気が出るような、そんなアルバムになってます。おすすめです。これバーブですね。バーブから出てます。続きまして2枚目、サン・バランソ・トリオ。これはちょっと待ってくださいね。このサン・バランソ・トリオは、もうジャズサンバですね。思いっきりトリオですから、あまりごちゃごちゃしてないんで、全てのパートが聞きやすいんですよね。でこのサンバランソというのは、サンバとバランソ、バランソっていうのはスイングっていう意味らしいんですけども、それを掛け合わせてあのグループ名にしてるらしいです。で1曲目のこのサンブルース、これを聞くと、分かる人は納得するらしいです。まだ好きで聴いてるんですけども、そこまではちょっと。でもこのレコードはどの曲聴いてもすごく元気があって楽しいんですよね。非常にピアノも軽快で、なんていうかな、テクニカルですし、美しいナンバーも入ってますんで、本当におすすめです。このアルバム、ジャケットもかっこいいですよね。ここに3人ぜひ聴いてみてください。それで最後3枚目、ジョアン・ドナート、ムイトア・ボンタージ。このアルバムすっごいんですよね。ジャケットもなんかこう気の抜けた感じで、ラフな感じなんですが、やっぱりジャズサンバ、ブラジル音楽って、夜聴いてももちろんいいんですけれども、日曜日の午前中だとか、昼下がりぐらいに聴くと、なんかこう
休日を楽しむぞっていうこう気持ちになれるんで、私好きなんですよね。まあ本当このアルバムはまあ全曲いいんですが、やはり特にこの1曲目のムイトアボンタージ、この曲は本当に美しくて大好きです。2曲目のこのティンドンドンもすごくいい曲ですけどね。イントロがすごいかっこいいんですよ。まあ全部でこれ12曲あるんですけども、捨て曲なしだと思います。本当はこれオリジナル版で、まあ、頑張ってほしいんですけど、確かかなり高いんですよね。状態のいいものあまりないみたいで、いつだかユニオンのなんかセールの時に出てたけど、いくらだったかな、10万だったかな、5万だったかな、まあ、ちょっと手出しができない金額だったんで、これ再発もの、再発はこれどうだったかな、ゴーボップ、ここのレベル、まあ音も、まあ、再発の割にはなかなか良かったと思います。これもし見つけたら聞いてみてください。あ、今日はグレン・リベット12年やりながら動画撮ってます。お疲れ様です。このモルトはザ・グレン・リベット蒸留所、このお酒はまだ密造してる時代に初めて英国政府が認可を下ろした、まあ、許可をした蒸留所なんですよね。まあこの後、まあ、いろんな蒸留所でこのグレン・リベットの名前を語って、まあなんだろう、類似品みたいなのをたくさん作ったらしいんですけども、これオリジナルらしいです。まあなんて言いますか、あのスモーキーな感じはないんですけども、非常にエレガントで、また甘みもあって、なんていうのかな、貴婦人みたいな気品がある味がします。大変美味しいと思います。まあ、私いつもレコード紹介する時も、まあ、お酒飲んでるんで、まあ、アル中なのかなこの人って思われるかもしれませんが、まあちょっと注意して飲んでますんでご安心ください。はい、まあ、美味しい酒飲みながら音楽楽しむっていうのはもう最高に贅沢じゃないですか。そういう、なんていうんですかね、まあ、そういう意味では人生そんなにこの先長くないですから、なるべく楽しんでいこうっていう心づもりしています。はい、まあ、そういう感じで今日ジャズ何から聞いたらいいのをお答えします。ブラジル編、ジルベルト&ワンダレ、1枚目、サンバランソトリオ、これほんといいですよ。まあ全部いいんですけども、ドナート、ジョアン・ドナート、これ間違いないと思います。というわけで今日はこの3枚でした。これからもまたちょっと自分の気に入ったレコードを紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それではまた後ほど、さようなら。